はい、酒好きな元新潟人のいい人が、今回はアサヒのドライプレミアムの豊穣のワールドホップセレクション、ニュージーランド産モチュエカ使用、希少ホップの華麗な香り、アルコール度数 6%、生ビール、限定醸造。もうこのドライプレミアムシリーズもう何個出るんですかね。希少ホップとは世界生産量 1% 未満のニュージーランド産モチューエカのことです。原材料がと。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。ですね。それでは、いただきたいと思います。グランドキリンシリーズとさ、ドライプレミアムシリーズは本当に何個出てるんだろうね。揺れる。よし。泡が結構粗いですね。グランドキリン、前回のこの梅雨のエキゾチックは割と泡細かかったんですけど。泡がかなり粗い。乾杯。割とマイルド系ですね。ドライプレミアム。割とマイルド系な。でもドライプレミアムって基本的にマイルド系だったっけ？マイルドで苦味が少ないですね。少ない。飲みやすい。飲みやすいっていうか別に特にえぐみもないし、まあ、癖も特にないし。かといって、なんか、全体的にまとまってる感じだよね。苦くもないし、まあ、コクは、まあそこそこあるんだけど、そんなに重いあれでもないし、なんか、こう丸く収まってる感じがするね。うん。ドライプレミアムの今普通に出てるやつだと結構アルコールの度数が高くて 6.5% なんですよね。それに比べるとだいぶ飲みやすくなってるね。ドライプレミアムってアルコール度数 6.5% もあるんで、これじゃない。これが 6% なんだけど、もう一個、普通のやつが、6.5% あってだいぶ、なんかアルコール臭がするっていうか、なんかアルコール、ビールっていうかなんかビールにアルコール足したような味するんですよ。うん。でもこれは全然そういうのはない。普通に、まあ、ビールですねって、いう感じの味ですね。うん。普通に美味しいんだけど、まあ特にバランスとしてはかなりバランスでまとまってる感じがするね。まあ値段的にまあ割と高いんだけど、まあでも、
まあ、微妙といえば微妙なんだけど、まあ、でも、わからん、もう。ドライプレミアムいろいろ飲みすぎてよくわからねえ。少なくとも普通のドライプレミアムが美味しいのは間違いないですね。今出てるアサヒのドライプレミアム工場ってやつ。アルコール度数6.5%ってやつね。アサヒの最上級プレミアムとか言って抜かしてるやつなんだけど、かなりアルコール臭臭くて、ぶっちゃけて言うとあんまり美味しくない。でですね、この工場シリーズはまだ3種類今出てるのがあるみたいです。ん？違うな。これが6月13日に数量限定発売。で、8月8日から数量限定発売するのが、これの赤色のやつね。豊穣ワールドホップセレクション。芳醇な香り。世界生産量1%未満の希少ホップドイツ産シュパルトセレクトを使用して限定醸造したドライプレミアムって書いてあるね。熟成した果実のようなニュアンスが特徴のホップで、芳醇な香りと上質なコクが楽しめます。ギフトセットで展開しながら、8月8日に数量限定で全国発売。で、その後に、なのか、これいつ発売なんだ？あ、ギフト限定のやつありますね。もう一つ。緑っぽいパッケージのやつですね。これがギフト限定です。まあ、と言ってもどうせ多分普通に発売されると思うんですけど。豊穣ワールドホップセレクション清涼な香り。世界生産量1%未満の希少ホップ、スロベニア産ホベックを使用して、限定醸造したドライプレミアム。ホベックは、植物的でボタニカルなニュアンスが特徴のホップで、清涼な香りと爽やかな無機の味わいが楽しめます。ボタニカルって言うと、あれかな、ジンみたいな味ってことかな。ちょっとわかんないけどね。まあ、まだ出てないんで。いつ出るのかもう書いてないですからね。もう出てんのかな？まあ、この青色のやつは、フローラで花のように華やかな香りって書いてあるから。確かに、まあ、そうですね。まあ、香りが特徴的といえば特徴的なんだけど、もはや特徴的とか言うけど、いろんなメーカーからビール飲んでるけど、いろんなメーカーから出たビール飲んでるけど、ぶっちゃけ、もう全部飲み飽き、の、飲んだことのあるビールで、もうね、俺は何をね、一体、飲んで一体何を言えばいいのかという感じにはなってる。もはや、特徴的な、さ、酒っていうのが一切ないよね。もう全部、どっかで飲んだような味っていう。だから、もうこういう系は飲み飽きてる感あるからね。かといって、じゃあ飲み飽きてないビールなんてあんのかっていう話だと、なると、多分ないです。飲み飽きてるやつが出てきたら、もうそれこそ以前出たサントリーのパンプキンポップだっけ？パンプキンの味するビールに出るやつ。あれは本当に、ぬわんじゃこりゃーってなったけどね。ああいう面白いやつが出るかって言われると、まあわからないですね。もう、個人的に基本的にビールはもう飲み飽き、味としても、もうあらかた飲んでるから、もう大体こういう味だなっていうビールはもう腐るほど飲んできてるからね。なんともレビューの仕様も。まあこれはまあマイルドっていうか、口当たりがまあマイルドかなって。まああと香りがまあそこそこいい感じの
香り。まろやかな香り。口当たりもまろやかで苦味もなくて、まあ女性向けといえば女性向け。女性向けのビールって感じはしますけどね。そんなもんかな。まあでもまあ、五つ星をつけるビールっていうのが、ね。俺の中でこう、俺のことを驚かせてくれるビールみたいなのが、出てきたら多分五つ星つけるんだろうけど。そういう意味でいろいろ、他のレビューサイトとかでよくあるんだけど、大体みんなうまいうまいって言ってるんだよね。他のレビューの人とかね。あれだと、もう、うまいしか言わないんだよ。基本的にね、多分ね、あれ金もらってるからなんだろうな。もう基本的に、多分サントリーとかアサヒから金もらってるから、もううまいしか言えないんだよ。逆に言うと、うまいしか言う、とか言ってれば、割と、多分、企業からあれが来るんだろうね、オファーがね。オファーが来るんだろう。もう何でもね、うめえとか言ってればね、多分ね、企業も喜んでね、宣伝に使えるわ、こいつ、みたいな思われて、おそらく、こいつ、ね、宣伝に使えるわ、みたいな思われて、来るんだろうけど、まあ、と言っても、まあ、有名な人だったらね。まあ、俺みたいな弱小 YouTuber だと来ないのか。でもよくあるのが、有名レビューさ、まあ、ブロガーとかの見ると、もう大体、何をレビューさせても全部うまいっていう最終的に、その、美味しいですね、みたいな感じでまとまるんだよね。まとめてるんだよね。だからそれが俺気に食わなくてさ。面白くないのよ。いや、うまいんだけどさ。これもだってうまいよ、確かに。うまいんだけど、なんて言えばいいかな。多分ね、ビールをね、俺ほど飲んでる人間は多分いないんだよ。逆に言うと、YouTube とかで。俺ほど種類飲んでるやついないからね。この、あれ、苦しみはわからないね。もうね、もう一口飲んだだけで、あへーってなる。あ、これね。あ、はいはい。ってなるんです。で、最近多いのが、特にこの、ペール、じゃね、なんだっけ、ペールエールね。ペールエールの、まあ、いわゆるパクリ版みたいなやつね。非常に多いんですよ。ペールエールのもどきみたいなやつ。ジャパニーズペールエールみたいな。まさにこういうタイプね。ちょっと香りが、なんだ、オレンジっぽい香りして、で、ちょっと苦くて、っていうタイプ。これもほとんど結構それに似てるんだけど。前回飲んだ梅のエキゾチックも、それみたいなもんだけど、まあ、これは、本当にパクリみたいなもんだね。梅のエキゾチックはちょっと違ったけど、まあ、まあ、こっちはほとんどパクリですね。ジャパニーズ、ペールエールみたいな。ジャパニーズペールエールですよ。いわゆる普通のペールエールよか、全般的にコクとか香りを少なくした感じのペールエールっていうか。いわゆる1対1でピルスナーとペールエールを1対1で混ぜたような味。っていうのがよくわかりやすい。
そんな感じの味ね。ほとんどそんな感じなんだよ。ほんとに。最近飲んでるビールの、8割方これです。ペールエールだ。いや、8割とか言わないで、9割ぐらいでこれだね。ジャパニーズペールエールですよ。もうね、飲み飽きたんだよ、ジャパニーズペールエールは。マジで。マジで、ジャパニーズペールエールもう飲み飽きたからさ。もういいよ。ジャパニーズペールエールは、もう飽きたって、マジで。俺ももうちょっとさ、うわーって驚かせるようなさ、ビールでもいいし、チューハイでもいいけどさ、そういう、もう今だともうチューハイの方がもう、ビールはもう面白くね。もう何飲んでも俺はこれだもん。ジャパニーズペールエールだもん。最近のビール。何飲んでもジャパニーズペールエールだよ。本気で。もう面白くない。ビールはね、本当にもう面白くなくなってる。最近のビールは、本当につまらん。つまんねえ、マジで。飲んでてつまんねえ上に、しかも値段も高えとかいう、クソしよう。で、普通に250円とかこれするからね。アホだよ。で、この味だよ。ああ、この飽き飽きしたこの、ね、ジャパニーズペールエール。もうさ、飲んでてレビューもしようもねえよ、マジで。ああ、これジャパニーズペールエールですねって言えばもう一言で終わりだもん。本当に一言で終わるんだよな。あ、これジャパニーズペルエールですねって言えばもう、俺のな、造語ね。ユッキー造語、ジャパニーズペルエールって誰か登録しといて。ジャパニーズペルエールの、ビール多すぎるだろ。わかるだろ？お前らも、多分。多分ビール飲んでる人だったらわかるんじゃないか？いろんなビール飲んでる、まあ、ビールマニアみたいなやつ。いると思うんだけどさ、一人ぐらい。わかるぜ。このジャパニーズペールエール感。マイルね、ほんとにね。だってさ、飲んでさ、またこの味かって一口でわかるぜ。いや、またこの味かって思うんだよ。もうテンションは下がるよね。ほんとさ、最近そういうのが多い。特にビール。特にビールね。ビール業界はもう終わりですね。多分、このまま行くとオワコンですね。完全に。完全にオワコンだと思いますよ。僕は。この四つ星止まり感っていう、4244です。この四つ星止まり感ね。この、回路が四つ星止まり感が多すぎるんだよ。いや、確かにうめえよ。でもさ、もう飽きたって。